本作、都会を知らぬコラは、粒子が地方へ取材旅行に行った際の出来事から制作された一作です。粒子がスケッチをしていると、近くで遊んでいた子供たちが、興味津々にスケッチブックを覗き込んできたといいます。そして、あの機関車で東京に行きたいかいと粒子が尋ねたところ、食うものがないから嫌だと、 子供たちは答えたそうです彼らにはトラック一台通ればそれが繁華街となると劉氏は都会への興味は点でない様子の子供たちの純真さにハッとさせられたと述べていますまた都会には食うものがないから嫌だと答えた子供の発言に色濃く時代が表されています 本作が制作された頃は、まだ戦後混乱期にあり、GHQ に占領されていた時代で、生活が困難なほどの物資不足から、焼け跡には闇市が並んでいました。踏切の標識に、クロス、レイルと占領下と思わせる表記を描き込み、粒子は混乱期の日本のルプロタージュとして、 本作作を制作したものと考えられます水墨を基調とした本作にはナスやカボチャが実るわら屋根の田舎屋と村道で元気いっぱいに遊んでいる子どもたちの様子が牧歌的に描き込まれていますその後ろでは村や町を猛スピードで機関車が都会へ向かい走り抜けていこうとしています この機関車に乗って都会へと向かう人々の心も決して希望に満ち溢れたものではなかったかもしれません。粒子は前景と後景を対比的に描き出すことによって記者ごっこをする子どもたちが都会の現実を知らずにこのまま無邪気に純真であってほしいという願いを込めたのでしょう。